どうやってこの状態から脱出するか教えてやろう。動機とはつまり覚悟だ。金が欲しい、褒められたい、親のため、何でも構わない。だがそれがない奴はいつまでも変わることはできない。そんなん俺にだ。みんなと忍者、お前は一人忍者になれるのか。困るよな、そんなこと聞かれても。でもよくあるんだよ、そういうことが。そしてそんな時、忍者を最後に支えるものが動機から生まれてくる覚悟だ。やる気がある、才能がある、それだけじゃ。ちょっとお前たちの真似していたずらしてみたんだけど、それにしても今年のアカデミーの生徒たちは揃いも揃ってひどいもんだね。何？中には多少の覚悟がにシビアか。どんな理不尽が待っているのか想像すらしていない。そんな連中、忍者として認めるわけにはいかないでしょう。いざ任務についてもむざむざ殺されるだけだよ。もう一度聞く。じゃあもうアカデミーに戻る必要もないよ。違う道を探せ。ライトン、首にかずし。の気配はないよ。ひとまず逃げ切れたな。大丈夫か？俺はいい。知らないって言われるけどな。ありがとな、わさび。くそ、これが忍者の厳しさってやつかよ。さっさと終わらせて、みんなでサクッと。うるせえ、喧嘩じゃねえ。何うだうだ言ってやがんだ。俺たちはお前のせいでダメになった。バカにすんじゃねえぞ。六代目もお前もだ、ボルト。俺はな、お前がいなきゃきっと今だって教室の隅っこで。今決めた。何が何でも忍者になってやる。お前に助けられた俺をお前にだってバカにはさせねえ。そうだろう。うん、君がいなかったら僕はここにいなかったんだ。私も死がしたいの。だから私は忍者になる。クラスの連中はみんないいやつだ。なんだかんだ言って自分のことより俺たちを逃がすために必死になってくれた。このクラスの中心はボル。俺は美月、大丈夫か？なんとかね。すまねえ、美月。どうして謝るの？これは自分がやりたくてやったことだよ。なかなか面白いね。それで怪我をしようがどうでもいいことだよ。手負いの私たちを追ってこなかった。ひょっとするとまだみんな無事かもしれねえぞ。いや、絶対無事だってばさ。なんでそう思うんだよ。これは覚悟を試す試験だからだよ。でも先生たちはこれは普通の試験じゃないって。実技試験だからのため。早い者勝ち。そして鈴は一つってことは。ああ、みんなで合格するぞ。来ますかね、ボルトたち。イチャイチャパラダイスでも読んで休んでたら。もう暗記するほど読んじゃったからな。罠だろうな。ヌエ、まずはみんなを助け出して戦力を取り戻すってばさ。
メタルとワサビはクラスで一番速いんだ。そのスピードで先生たちをかく乱してくれ。行くぜメタル。忍法猫かぶり。なかなか速いわね。涙の術はとっておきだ。きっとうまくいくってばさ。わさびちゃん怖かったよ。危うく巻き添え食らうとこだったよ。二人がかりでもその程度じゃ。こんなもんか、ボルト。悪いな、電気。お前の相手は、ボルトたちの。いつの間に。油断しすぎだぜ。コノハ丸の兄ちゃん。変化の術。だが、それでも俺にばっか聞い取られてるからだぜ。まいったよ。さすがシャリンガンと七代目譲りの悪知恵だ、これ。おーい、ツルが来たってことはメタルたちうまくやったんだな。うん、みんなは今六代。待たせたな、カカシのおっちゃん。だから六代目だって言ってるのに。で、今度は何？影分身なんて出して。こうするんだってばさ。やれやれ。あったあった。変化の術か。なるほど。やっぱりダメだな、お前ら。まだまだ。お前ら俺の言葉聞いてたか？分かってるってばさ。いや、全然分かってないでしょ。これじゃ。舐めてんのはそっちだろ。やっぱり完全に敗北させてやらないとダメか。今だ。ウィンクか。多重一種同人です。早く鈴を。もう持たないぞ。ボルト頼む。分かってるってばさ。ダチをバカにされて黙ってるわけにはいかねえんだよ。お前は忍者になるんだ。私も。僕だって。私も。僕もまだここにいたいからね。終わったか。はい、じゃあ現任試験終了。全員合格。え？これね。いいのいいの、鈴なんてどうせ天地がひっくり返っても取れるわけないんだから。じゃあ今までのルールは何だったんすか？忍者の世界は厳しい。現実では様々なルールや掟があり、それを破る奴は全員で俺に挑んだ時点で合格だったんだよ。じゃあなんですぐ言ってくれなかったんですか？
いや、いい感じに封印術なんか使ってくれちゃったもんだからさ、ついね。この試験は乗り越えるには仲間との絆と揺るがない覚悟が必要なんだが。どうした？そろそろ話し終わってしまうぞ。いいよ先生、話し続けて。口開けるのも面倒いんで。喜ぶにはまだ早いんだけどな。どうでした今年の卒業生は。そうだな、とりあえずに本気を出しすぎです。え、あなたはいつもそうだ。加減というものを知らない。あ、ごめん。もうちょっと生徒たちのことを思ってですね。だからごめんって言ってるじゃない。いいです。